なんかね、生放送やってるっていうのをカミングアウトしてから、すごいそれが気に食わない人がいるみたいで。で、強烈な嫌がらせを受けてきたけど、全く無視してる今。全くもってもう、相手にしてない。だんだんその、南野秀一の体にクラマが乗り移ったかのようにさ、あ、そうなんですね、みたいな感じで。いや、かなり強烈な嫌がらせを受けてんだけど、100ゼロでスルーしてるね。100ゼロで。ありがとうございましたーみたいな感じで。帰ってってる。仕事終わったら。びっくりしてんじゃねえかな。みんな。なんであんな、あいつあんなに元気なんだろうみたいなさ。一人多分すっげえさ、それが気に食わない人がいるみたいで。まあ、20代前半だったら本当に、病んでたね。病んでたよ。でもまあ、別にいいや、みたいな。何がどう気に食わないって言うんだよ、なんかね。やっぱ気に食わないんじゃない？その、一筋。変な話さ、お金ももらっちゃってるわけじゃん。チャンネル出たらさ、お給料出るじゃん。それってさ、もうダブルキャリアみたいな感じじゃん。それが気に食わない人っているじゃん。なんでこっちの仕事もちゃんとやれよ、みたいな。ちゃんとやってたとしてもさ、より一層完璧にやらなきゃいけないでしょ。じゃない？それが気に食わないんだと思うよ。一筋でやれよ、みたいな。で、知るかって感じだ、そんなの。てめえじゃ、おめえ、俺の人生に責任持ってくれんのかよ、みたいな感じじゃん。もう、全くもってシカトしてる。完璧なる、完璧なるシカトしてるな。今。シカトってか、あれだぞ、俺が無視してるわけじゃなくて、その嫌がらせに対して本当にスルーしてる。あ、すいません。みたいな感じ、PP みたいな感じで。あー、ごめんなさい。あー、ごめんなさいって。笑顔で。対応してるな、俺が今。俺、職場の俺、PB みたいな感じだからさ。ね、かなり強烈な嫌がらせを受けてきたんだけど、あまりにも俺が答えないから、ここ最近諦めてるね。向こう側が あまりじゃ、答えてんだよ。すげえショックじゃん、やっぱりさ。悪口っていうかさ、なんか嫌がらせ受けたら嫌でしょ。俺も嫌なの。でも、一切それを取りつ、もうなんていうの？ああ、もうすいません、みたいな。あ、ごめんなさいーみたいな。みたいな感じでやってたら。2ヶ月にわたる攻防を、俺が制したというかね。いや、でも え、でもほんとそんな感じだよ。ほんとそんな感じ。いや、だからさ、もうさ、本当に辛くて。マジで辛かった時期あってさ、9月から10月にかけてさ、本当に辛くて。マジで、もうね、やばかったんだよね。9月から10月。いや、辛いって、それ辛いけど、表に出さないってそういうことじゃん。バレなかったら、いいじゃん。辛いよ、それ悪口言われたらさ、めっちゃ辛いでしょ。悪口っていうかさ、辛いでしょ。でも一切外に出さなかったら、最近ようやくなんか、風向きが俺に変わってきたというか。いや、でも辛かったわ。本当に。疲れてた時期だね。どういう嫌がらせ？なんか、病院で働いてる人だったらわかると思うんだけどさ。まあ、ミスしたら、まあ、始末書書くじゃん。まあ、みんなもそうでしょ。働いててさ、ミスしたら始末書書くでしょ。で、それをなんか、俺のあら探しばっかりして、自分たちはミスしても書かねえのに、なんか、俺がちょっとしたミスしたら書け。なんでこれ、どういうことなの？みたいな感じで言われて。で、実際問題俺がミスしてるものだから書かなきゃいけないじゃん。そうすると、まあその、超お偉いさんに呼ばれて、なんか最近お前ミス多くね？みたいな。言われるわけよ。で、すいませんって。何何？やっぱ生放送やってるからなの？みたいな話になるじゃん。なるでしょ？で、それを、そのせいにしちゃダメじゃん。でも天神は深夜の4時に撮らなきゃダメじゃん。
そういうね、ほんと辛くてさ、それが。ほんとに辛くて。マジで。ストックだってなくなるじゃん、途中で。ああやべえ、撮らなきゃーってさ、深夜の4時ぐらいに撮り始めてさ、5時に出てさ、なんとか2時間睡眠で行くみたいな。ほんと後半ずっとそういう生活してたから。ガチで辛かったもんね。で、なんか、ね、そういうの言われてさ、で、いざ、そいつが俺のことをガチャガチャ言ってるやつがミスしても、始末書すらかかってんのね。でも俺は言うわけにいかないじゃん。いや、俺が書いてんだから書いてくださいよって言えないじゃん。だからまあ、いい経験だなというか、自分のスキルアップにつながってるなっていう風に無理やり置き換えて、なんとか頑張ってたんだけど、もう辛かったね、本当に。辛かったわ。人生で一番辛い2ヶ月だった、本当に。明らかに。女の前で本当に一回泣いて、ゴロちゃんの前で一回泣いたもん、本当に。ゴロちゃん、辛いよーって。でも自分がやるって言ったことだからさ、誰もさ、誰のせいでもねえじゃん。全部自分のせいじゃん。マジ辛かったよ。まあでもね、そういう生活も落ち着いて、今はね、だいぶ、体調的にね、なんかさ、普通さ、まず精神から病んでってさ、体壊すじゃん。体に変調来たすじゃん。もう逆で。多分もう体がもう悲鳴を上げてて。でさ、気持ちはさ、絶対やってやるみたいな。めっちゃ燃えてたのね。でも体がもう活動限界迎えててさ、エヴァーみたいな。まあでもやりきって本当に良かったわ。2200日ぶりに動画あれしたらしいよ俺。皆さん。完結したのパワープロ8以来なんだって。